チッパーだよ。ハッピーだよ。今回は日本の定番麺料理うどんについて、僕たちが知ってることをすべて話していくね。実際に役に立つうどんの話をしていくから、ぜひ楽しんでよ。それじゃあ早速行ってみよう。まず最初はうどんについての説明だね。本来うどんっていうのは、小麦粉に塩水を加えて練り合わせて、それを切って作った麺のことを指すんだよね。でも日本ではそれを茹でて調理した様々な料理のこともうどんって呼んでるね。例えば今日のお昼ご飯はうどんにしようとか、昨日の夜はうどんを食べたとかね。それとうどんはすごく消化がいい食べ物だから、日本では体調の悪い時とか、お腹の調子が悪い時とかにも食べてるね。すごく助かってるよね。ちなみにみんなはうどんが麺の太さによって呼び方が違うって知ってるかな。麺の直径が 1.7 ミリ以上がうどん、 1.3 ミリ未満がそうめん、その中間が冷麦に分類されるんだ。うどんが一番ポピュラーだと思うけど、冷たいそうめんは暑い夏の定番料理だよね。次はいよいようどん料理についてだね。実際にうどんを注文するときに役立つから要チェックだよ。まずうどん料理は大きく温かいうどんと冷たいうどんの2つに分かれるんだけど、最初は温かいうどんから紹介していくね。まずはかけうどん。大阪を中心とする関西地方では酢うどんって言うね。このうどんは一番シンプルなだしとうどんだけの組み合わせで、好みに合わせてネギや天かす、七味をかけて食べることが多いね。ちなみにだしと呼ばれるうどんのスープは、基本的に醤油、鰹節、昆布、魚などを組み合わせて作るんだよ。次にトッピングによって名前が付けられている、一般的なお店で見かけるうどんを紹介していくね。きつねうどん。ベースになるうどんに油揚げをのせた、おそらく最も有名なうどんだね。名前の由来は、油揚げがきつねの好物とか、形や色が似ているとか諸説あるみたいだね。月見うどん。ベースのうどんの上に生卵を落として調理したうどん。卵の黄身がつき、白身が雲に見えるためか、日本では名前に月見がつく料理といえば卵だね。天ぷらうどん。ベースのうどんの上に天ぷらをのせたうどん。地方によっては野菜や魚の天ぷらの場合もあるけど、基本的にはエビの天ぷらが乗ってくるうどんだね。力うどん。ベースのうどんの上に焼いた餅をのせたうどん。山かけうどん。ベースのうどんの上に山芋をすりおろしたうどん。肉うどん。ベースのうどんの上に味付けした牛肉と玉ねぎなどをのせたうどん。どれもお店のメニューでよく見かけるうどんばかりだね。うどんのことを考えすぎて、もうお腹がペコペコだよ。まだまだ行くよ。次はトッピングに関係なく、料理に名前がついているうどんを紹介するね。釜揚げうどん。釜の中で茹で上がったうどんをそのまま茹で汁と一緒に器に移してから、少し濃いめのつゆにつけて食べるうどん。茹でるのに少し時間がかかるけど、普通のうどんとは一味違う食感が美味しいよね。釜玉うどん。茹でた温かいうどんを生卵と醤油で食べるうどん。すごくシンプルだけど、だしで食べるうどんとは全く違うまろやかな感覚で、うどん好きにはたまらない食べ方だね。カレーうどん。説明するまでもなくカレーベースのうどんだね。日本ではカレーうどんはとても人気があるから、お店ごとに個性的なカレーうどんが楽しめるよ。煮込みうどん。うどんを具材と一緒に煮込んで作ったうどん。味噌で煮込んだうどんが有名だけど、日本各地で様々な種類の煮込みうどんがあるんだよ。さて、温かいうどんについてはこれで終わり。次は冷たいうどんだね。紹介する冷たいうどんは数は少ないけど、専門店には用意されてる人気メニューだから要チェックだよ。まずはぶっかけうどん。茹でたうどんを冷水で引き締め、濃いめのだしを直接かけて食べるうどん。トッピングされている具と一緒に大胆にかき混ぜて食べるのが定番だね。醤油うどん。茹でたうどんを冷水で引き締め、醤油を直接かけて食べるうどん。うどん本来の食感を楽しめる料理で、醤油も各店でこだわりがあると思うから注目すべきだね。ざるうどん。茹でたうどんを冷水で引き締め、ざるなどの器に盛って提供するうどん。うどんをつゆにつけて食べるんだけど、薬味は生姜、ネギ、ごまを出しているお店が多いね。以上、うどんのメニューについてはここまでだよ。早くうどんが食べたいよ。
最後はうどんを売っている場所について話をしておくね。一番簡単に食べられるのはインスタント麺なんだけど、これはちょっと別物としておくよ。次はコンビニやスーパーマーケットで売っているうどんだね。ここでは冷凍のうどんと冷蔵の生麺タイプのうどんの2種類の商品に分かれていて、どちらもお安っぽがついてるから電子レンジや鍋で温めるだけで食べられるよ。それに日本のスーパーではうどんの麺、うどんの出汁、両方とも売っているから自分で工夫しながら調理もできるよ。そしていよいよお店だね。うどんは日本ではすごく人気がある食べ物だから、専門店じゃなくても取り扱っているお店が多いんだよ。和食のお店や日本のファミリーレストランで売ってることもあるし、大きな鉄道の駅の中には高確率でうどんやそばのお店があるしね。うどんは比較的価格の安い食べ物だけど、もちろん高級なお店もあるんだよ。それでも日本で特に人気なのは、自分でトッピングをお皿に盛り付けるタイプの比較的安価なうどん屋かな。自分で出汁を入れたりするお店もあるし、美味しい上に楽しいんだよね。さて、これで今回のうどんの話は終わりになるけど、みんなどうだった？これで自信を持ってうどんを注文できるんじゃない？日本では特に香川県がうどんで有名な地域なんだけど、他にも全国各地で麺の食感や出汁に特色のあるうどんが楽しめるから、ぜひ挑戦してみてね。それじゃあまた次の動画で会おうね。バイバイチュン。